次期衆議院議員選挙の新しい愛媛産区に共産党新人の西井直人さんが立候補すると表明しました次の衆院選愛媛産区に共産党の公認候補として立候補を表明したのは党の南予地区委員長の西井直人さんです西井さんは三重県生まれで宇和島市在住の65歳 国政選挙の挑戦は今回で5度目となります西井さんは伊方原発の廃炉や軍事費削減西日本豪雨災害を受けてダムに頼らない治水対策などを訴えています共産党では次期衆院選愛媛1区に新人の片岡朗さんが立候補を表明していて党県委員会の林則子委員長は 愛媛2区も独自で新たな候補者を擁立したいとしています南予と中予の一部がエリアの新しい愛媛3区は自民党では現職の長谷川淳二さんが立候補を予定しています